偵察部隊からの報告によると、敵はすでにマスドライバーに質量弾をセット済み、発射体制を取っていることが分かった。月と地球の位置関係から、敵が標的としているのは前回の失敗時と同様オーガスタ基地と推測できる。質量弾の直撃を受けた場合、オーガスタ基地は壊滅的な打撃を被ることは言うまでもない。質量弾の発射までに残された時間はわずかだ。ファントムスイープ隊は速やかに出撃し、敵の作戦を阻止しろ。地球から連れてきた因縁にも決着をつけてこい。モビルスーツによる強襲攻撃で敵を殲滅し、脅威を取り除くのだ。みんなには危険な任務を強いてすまないと思っている。無理と無茶はうちら一番の売りじゃないですか。何？最後までうちららしくやればいい。バスドライバーは人類の財産なんです。隊長の考えに賛同します。みんなの君たちの勇気に感謝する。ファントムスイープ隊、出撃せよ。前期の生還をもって作戦の成功とする。いいな。了解です。了解。はい、ファントムスイープ隊出るぞ。敵のモビルスーツの肩に例の部隊章を確認。あの部隊だ。もうお互い顔も見飽きた頃だ。綺麗さっぱり終わりにすりゃいい。基地はすでに敵の管制下にある。防衛用に設置されたメガ粒子砲に注意しろ。敵部隊を確認した。各機戦闘を許可する。終わったら地球をバックに記念撮影と行きましょう。決勝はお前だけのものではない。敵機の撃破を確認しました。次も頼みますよ。敵部隊の掃討を確認。いや、一機だけ後方に下がった。隊長、補給に戻ります。残弾がありません。こんな時に回路がイカれやがって。お前たちは戻れ。最後の一機は私がやる。単独では危険だ。まだ戦力を残している可能性もある。ユーク隊長、一度戻れ。その時間はない。そうでしょう。それは必ず戻ります。行かせてください。ここまで来たら隊長を信じましょうぜ。隊長の生還に全財産をかけてもいいですよ。お前たち、ユーク隊長、生きて戻れよ。はい。オデッサで会った時からお前とはこうなる運命だったようだな。この戦闘は無意味だ。これ以上悲しみを増やすな。戦争は終わったんだぞ。それで人の心が解放されるものか。勝った者には分からない。負けた者の痛みだ。命が散る悲しみなら知っている。それで十分だ。貴様、名はユーグ・クーロだ。短い付き合いになるが覚えておけ。エリク・ブランケの名を。さあ、始めよう。破れた。お前は何なんだ。終わった。Yeah!
すまない。私はまだそちらには行けそうにない。地球に戻ったら会いに行くから、それで許してくれ。ガンダム7号機遊具空路、これより帰還する。地球に降りてから毎晩夜空を見上げてきたけれど、水天の涙は見つからない。今はそれでいいと思っている。悲しみの多いこの世界で、何も空まで泣くことはない。泣くのも笑うのも生きている人に与えられた役割なのだから。